夢食堂の料理人1964東京オリンピック選手村物語は NHK 総合テレビでスペシャルドラマとして2019年7月23日の19時30分から20時42分に放送された日本のテレビドラマ鈴木里志作コーラ健吾主演2020年東京オリンピック開幕まで1年のカウントダウン開始を控えて 1964年、東京オリンピックの舞台裏で大会を支えた、選手村の若き料理人たちに焦点を当て、料理人たちの奮闘と、選手村での食を通じた、異文化交流を描いて、日本人が誇る、おもてなしのルーツを探る。1964年オリンピック選手村を舞台に、東京五輪を陰で支えた若者たちにスポットを当てた、もう一つのオリンピック物語。 90分版が NHKBS4K にて2019年8月3日の19時30分から20時52分に放送された。選手村食堂には7000人の選手団のために日本中から300人の料理人が集められた。サブローも秋田からやってきて西洋料理のみならず見たこともない各国の料理や選手たちの注文と格闘。トラブルを乗り越えながら 選手たちへの真心込めたおもてなしに挑んでいく。ありがとうございます。